はい、シーサスラシーサスラヘイヘイ、どうも吉田です。今日はですね、前回に引き続き磯マグロをこう狙うための水中獣に、ね、なれるっていう面目で、魚付き行っていきたいと思います。今回行くポイントは、まあ、磯マグロがいるポイントから少し離れてるので、どちらかというとまだイラブチャーとかついたりする感じになってくると思います。で、水中獣ですね、改めて紹介するんですけど、リール付きの水中獣を買ったので、その水中獣になれるっていうことを今回もテーマに置いていきたいと思います。もちろんね、磯マグロが現れたら狙っていきます。はい、それでは1本目のポイントに到着しましたので潜っていきたいと思います。この日はですね、結構天気も良くて流れも波もなかったです。なので潜りやすいですね。で、自分なんかの他にそのシュノーケリングをしたいっていう方がいて、まあ、ビキニのお姉様方数名一緒に同行しております。はい、早速潜っておりますけれども、一発目の魚は見事に外してしまいました。はい、そして2匹目の魚ターゲットを見つけました。こちらはイラブチャーになりますね。はい、当たりました。サイズはちっちゃいんですけど、頭の方を当てることができました。まあ、キルショットまではいかなかったんですけど、あまり身の方を傷つけずに取ることができたので、まあこれはこれでいいんじゃないでしょうか。で、脳天締めをして目串に通す作業を行います。はい、途中で今ボロボロって魚暴れてしまったので、まだちゃんと綺麗に締まってないってことで、もう一回脳天締めです。これいろんな脳天締めの仕方あって、ナイフで突き刺す人もいれば、エラの方からですね、脳みそに向かって脳天締めする人もいます。自分なんかはその漁師さんに目の方から入れて脳みそに向かってやれば刺しやすいよって教えてもらったので、ずっとこれやってるので、もうこれで慣れてます。で、目の真ん中を若干目の柔らかいところそこついて、ちょっと脳みそを切るようなイメージですね。目串を刺して脳みそをパッと切るようなイメージで脳天締めしてます。はい、これ水中獣、まあ、2本掛けのラインでやってるので、少し今まで使った水中獣に比べると取り回しめんどくさいんですけど、少しずつ慣れていってます。これ今指さしてるのは眠り深ですね。サメがいるので、それいるよっていうふうに合図してます。ちょっとですね、この日のサメなんか活性上がってたというか、少し普段おとなしいんですけど、ちょっと魚をかけてこう食べようとしてましたね。はい、で、そんなサメがいるエリアに今潜ってます。はい、これも、まあ、キルショットまではいかなかったんですけど、頭つくことができました。ちょっとここでね、カメラこうやってブレると思うんですけど、ね、魚がこう疲れた衝撃でサメがこう血の匂いでね横取りすることがあるので、それをちょっと警戒してこうやって頭を振ってました。今回もキルショットじゃなかったので、上に浮上してから脳天締めを行います。こちらは一文字ブダイですね。で、今回ちょっとですね、またブダイ系で、映像はいつもと一緒なので、少しこうカンペを見ながらですね、イラブチャーの情報をお伝えできればなと思います。イラブチャー、このブダイの由来なんですけど、これですね、竹ばった顔つき、まあ、武道のブって書いて竹ばった顔つきって言うんですかね。それで、まあ、ブダイって呼ばれたり、あとブサイクだからブダイって呼ばれるようになったっていう由来がネット上で出てきました。はい、こちらも今ついたのブダイなんですけど、少し水深があったのでリール出してみることにしました。キューキュー言ってますね。リールからラインが出てるわけです。キューキューって言ってますね。ですぐに回収できればよかったんですけど、シャフトの、返しが岩に引っかかっちゃって、魚ついてはいるんですけど回収できなかったので、リールのライン出して上で息継ぎしてます。で、本来であれば潜って手で魚を捕まえて回収すればよかったんですけど、めんどくさがってですね、上からこう今引っ張ってますけども、右切れてしまってちょっと逃げてしまいましたね。こういう一つ一つの作業をですね怠ったら、やっぱこう魚を逃がすことにつながってしまうんですね。本来であれば潜って魚を手でキャッチして上がってこればうまくできると思います。はい、で、今これリール巻いてますね。リール巻くときもですね、このラインが同じところに固まらないように、少し手でこうやってずらしながら、うまく綺麗にリール、ラインを均等に巻けれるように巻かないといけないので、少し手間かかりますね。なので、あんまり小魚とか、そういう出す必要ないときは、あんまり出さない方がいいかもしれないです。本当、本来であれば。今回は、あれが前提なので、水中用にですね。さて、こちらもゆっくり今潜っておりますけれども、なんだろう。ベラですね。画面の左斜め、中央あたりにベラが、黒いのが泳いでますね。こちらベラなんですけど、穴にこう入っていこうとするところをつきます。こちらは脳みそ付近をついたのであまり動かないですね。
沖縄には三大高級魚っていうのがあって、そのうちの一つに白クラベラってあるんですよ。白クラマクブですね。マクブ先輩って呼んだりするんですけど、そのベラと同じ種類になります。なのでマクブは高級魚、白クラベラは高級魚なんですけど、こちらは高級魚ではないです。なんですけど同じベラ科なので美味しい魚です。競りとか市場ではあんまりいい値段で取引されてないんですけど、こちらも映像映ってますけど、足にねラインが絡まってですね、あえて水中での取り巻き難しいですよね、アピールです。今回ちょっとイラブチャが多めなんですけど、まあ、生息域ですね、こちらもカンペ見させてもらいますけど、まあ、生息している地域浅くて海藻が生えているところということですね。産卵期は夏、子供の頃はですねオスでずっとオスのパターンと、成長してメスに性転換する種類、2種類2パターンあるようですね。こちらも今コンコンコンと、おそらく海藻を食べてますね。サンゴ礁についている海藻とかを食べてるとこだったんでしょうか。そこをちょっと食事中ではあるんですけど、着きました。こちらも一文字ブダイのオスです。でイラブチャー、このブダイ類はですね、まあ、身の方はタンパク質で、淡白な白身でですね、少し水分が多めとなっております。で程よく繊維質で、熱を通しても硬く縮まらないそうです。まあ、どうなんだろう、食べたことあるんですけど、少し縮まったような感じするんですけど、まあ、身の方はあんまり硬く、火を通しても縮まらないんですけど、皮はですね、程よく硬いので、まあ、食べるときは皮引きしてから食べた方が食べやすいかなと思います。で料理の方法、調理法なんですけど、煮付けとか刺身とか汁物ですね、で揚げたり焼いたりソテーとか、いろいろ幅広く食べられていますね。ちょっとやっぱり独特の臭みがあるので、こちらも沖縄の魚全体的に言えると思うんですけど、好き嫌いあると思います。はい、今当たりました。こちらも同じくイラブチャー、ハゲブダイかな。で後ほど船の上で他にもシュノーケリングしてた方とかいたんで、まあ、ランチタイムということで少し1匹だけですねさばいて食べるんですけど、意外とこの外ではイラブチャー食べないっていうことでも、まあ、船の上とかだったら雰囲気で、沖縄の綺麗な海の上で浮いてる船の上でこう食べる刺身っていうか、雰囲気でちょっとまあ美味しいって言ってくれたりしますね。なので時々船の上で刺身にして食べるっていう演出はよくやります。チルマンとかはですね、まあ時間が経つと臭くなるので、まあ、美味しくないっていう人もいるんですけど、チルマンも割と取りたて、特に久高島で取ったやつは船の上で食べたら意外と皆さん美味しいって言ってくれますね。こちらも一文字ブダイのオスです。ちょっと斜め後ろからついたので、身、綿の方ついてしまいましたね。これ浮上しながらですね、このライン回収して絡まらないように一応工夫はしてるんですけど、それでもやっぱり足に巻きついたりするとめんどくさいですよね。で意外とこう目ん玉からこう目串刺してるので、目ん玉とか取れるんじゃないですかって言われるんですけど、目ん玉取れないですね。ほとんど残った状態で取ってきます。今回今ちょっと見たら分かると思うんですけど、ゴムがですね1本掛けになってます。2本掛けで さっきまでついてたんですけど、1本掛けだとどれぐらいの勢いでつけるのかなって試しにやってみました。そしたらやっぱり貫通しなくて、ほら抜けてしまったんですよね。なので1本はちょっと弱いのかな。シャフトも少し自分が今まで使ってたやつと太めのシャフト使ってるので、やっぱり2本の力で飛ばさないと勢いがないと思うんです。なんで取れたかっていうと、うまくキルショットにすることができて、即死状態だったので、まあ、シャフトが外れてもお亡くなりになって取ることができたという感じで、最近だったですね。でこれ1本目のポイント上がって、フィッシュストリンガーから魚を外してクーラーボックスに保管するっていうところです。でここから次のポイントに移動するので、そのタイミングで魚をさばくということになります。はい、ちょっと船走らせてる途中、移動中なんで波しぶきとか揺れがあるんですけど、そんな状況ならですね、みんな次のポイントに着くまでにちょっと下処理をしたいと思います。こちら最後ら辺に身をついた一文字ブダイのオスですね。鱗を取って綿を取っていきます。ちょっとね、身をついたブダイをさばくのはヌルヌルして滑るのでめんどくさいです。鱗と綿を取ったので3枚に下ろしていきます。ちょっと手袋が汚いんですけど、これイカとかの炭ですねが、
おにぎりも来たんで、ね、ありがとうございます。おにぎりと一緒に2ポイント目を潜る前の、まあ、ちょっと軽食ですね。はい、軽食終わって2ポイント目潜ってます。ちょっとねこの場所は少し濁りがありました。で穴の中にねちょっとイラブチャ、違う種類のイラブチャ、確かイロブダイだったかな、のメスがあの穴の中に入っていくのが見えたので、それを追っかけていってちょっと穴の中覗いてます。でこの辺ぐらいからちょっと見えてるんですけど、魚がどんどん奥に入っていってですね、本来であればつかない方がいいのかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと打ってみようということで打ちました。そしたら思いのほかもう穴の奥の方で、当たって、今ほら引っ張ってますけど回収できなくなりましたね。シャフトが穴の奥で引っかかりました。最悪なパターンですね。で水深もそんなに浅くないので結構回収に手間取りました。でこれ1回目回収しに行った時です。奥の方で魚がいるのが見えますね。見えますかね、真ん中白っぽい魚が横たわってるんですけど、でもライン、シャフトに繋がってるライン引っ張ってるんですけど取れないんですよ。で今これ危ないですね。ほらこれは自分の腰からつけてるフィッシュストリンガーのロックが引っかかってました。これで絡まっちゃうとね、下で拘束されて浮上できなくなっちゃいます。まあできればそういう時は鉛を置いていった方がいいのかなと思うんですけど、何度も頭の中でシミュレーションして引っかかった場合の逃げる方法とかですねやってたので、一応大丈夫かなと思って潜りました。はい、これ結構奥に行きました。この辺ぐらいから引っ張って取れるかなと思ったら取れなくてですね、さらにグッと入っていきます。これでもうちょっともうここでも挟まって抜けれなくなりそうなぐらい狭いですよ。やっと手伸ばして届くぐらいのもう狭さ、ね、回収しました。ここでまた引っかかってるんですね、今外してますけど。またあと1本引っかかってます。これですね、引っかかったまま気にせず浮上してしまうと上に上がっていくのはできるんですけど、今度は反対側のフロート部分が下がっていってガツンと引っかかってしまうので、もう少しで上に上がれるのにもう上がれないといって溺れてしまうってことなので、しっかり対処して上がった方がいいです。で2回ぐらいラリー、1回やり取りして1回潜って2回潜って、で少し体慣らしてからですね、暗い空間とあとその深さ、あとその奥の穴の中の形状に体を慣らしてからパニックにならないようにやっていってます。一番人間怖いのはですね、パニックになった時です。なので穴の奥はできれば入らない方がいいかなと思います。こちらは2匹目、2ポイント目の2匹目一文字ブダイ、これ結構いいサイズの一文字ブダイがいたのでこちら狙っております。多分この日一番の大きさだったんじゃないですかね、一文字ブダイの中ではいいサイズでした。これぐらいだったらいいですけどね。全部今回はですね、割と少し多めに打ったので身をつくのが減ってきて、ある程度頭を狙うことができたんじゃないでしょうか。少しずつ水中銃の扱いにも慣れてきました。今回の魚付きはこちらで以上ですね。まあ次回あたりぐらいからはフロート使ってガチで磯マグロを狙いに行けたらなと思ってます。ということで今回はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。